いい加減にしろよ。どうも、サウナの人ですか？はい、いらっしゃい、どうぞ。いや、客じゃないんですけど、少し話せます？ん？何？この間、ヤクザが殺された事件のことで、死体の目が抜かれていたってやつ。ああ、刑事が聞き込みに来たよ。事件の時、犯人がうちに来てなかったかって。あんた何？記者かなんか？まあ、似たようなもんです。それで松金組の若頭で羽村って言います。事件の日、彼こちらに来てませんでした？警察にも言ったんだけどね、あの夜受付は俺がやってたんだよ。まあでも、どんな客が来たかなんて覚えてないね。客の出入りは多いんですか？終電まではね。うちはさ、始発まで時間潰しに来る客ばっかなの。そうすると夜中は入店の客だけ。帰る人はまずいないのね。あの晩もそう。なるほど。じゃあ夜来た客はみんな始発までいたと。つまり羽村の入店さえ確認できれば、それがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。店の中に防犯カメラあるけど。だからそう。あ、少しいいですか？な、違う。ねえ、いつもここに立ってんですよね。俺のことな。
ちょっとすいません。12月3日の夜サウナ御殿へ入っていったっていうヤクザがいるんですけど、何か見てたりしないかな。この羽村って男なんだけど。さあ、知らない人だね。この町はヤクザいっぱいいるから。でも3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど、12時とかもう少し遅い時間だったかな。事件の夜ホストを殴ったヤクザがいた。ただ俺が見た時にはもうヤクザいなくなってたし、ホストも少し騒いですぐ消えちゃった。どう、今の話なんか役に立ちそう？そのホストがどこの誰とかは分からない。分かんない。だってホストってみんな似たような顔してるじゃん。今そいつの顔見ても多分思い出せないかな。他にそのことを知ってる人は？さあね。ありがとう、ご協力どうも。カイドウさん、もう上がってると思ってた。うち帰っても寝るだけだしよ。さっきまで外で飲んでた。なのにここでまた飲んでんの？俺の酒を。で、なんか仕事入ったか？ドラ焼きのおかげでうまくいったよ。刑事事件の証拠集め、それも殺しの。源田事務所でか？最近は民事ばっかやってたろ。刑事は金になんねえって。ただ今回は松金組の山だからね。逮捕されたのは羽村の頭だ。なんだと？事件は例の教令会のヤクザ殺し。あの目玉えぐられたやつか？ああ、さっき接見に行ってきた。本人は無実だって言ってる。へえ、そうかい。気乗りはしないだろう。弁護すんのが羽村の頭じゃな。あんたを組から追い出した張本人だ。なんなら今回は俺一人でやってもいい。別に俺は頭に追い出されたわけじゃねえ。てめえで下手打っただけだ。気にすんなよ。お前が受けた仕事だ。俺も乗る。そっか。
もしもし。新谷だ。今中道通りまで来てる。ん？ああ。ミジョーレって喫茶店があるな。そこで待ってる。おい、また急な呼び出しだな。新谷先生。文句言うなよ。忙しいのが好きなんだろう。おう、こっちだ。座れよ。というわけで、サウナ御殿の周り聞き込んだんだけど、やっぱ頭のアリバイを証明できる証言は取れなかった。わかった。よし。で、そっちが俺を呼びつけた理由は何？新しい情報が入ったんだ。まあ、こいつを見ろ。警察がマスコミに公開してな、例のアムール前の防犯カメラ映像だ。羽村も被害者の久米もバッチリ映ってたよ。事件前に頭と久米が揉めてた映像ってことか。警察はそんなの掴んでたんだな。いいか、再生するぞ。店に引きずり込まれてるのが久米だ。この画面の端を逃げていくのが久米の兄貴分ってやつか。ああ、名前も警察の取り調べ。多分近くに今日よく撮れてるな、この映像。ああ、それにまだ続き。拉致から1時間後、羽村と久米を残して組員たちとアムールの店長が店を出てってる。羽村と久米さあな。この映像の時点で夜10時、久米の死亡推定時刻までまだ4時間ぐらい空いている。問題はその間、店の中で羽村と久米が何をしていたかだ。頭は確か12時頃組み、その時自分も。ああ、そこ先に言っとくぞ。ああ、弁護人はあんた。それでも調査ね。いや、でもどうせだとしてもだ、あんたに指示される感じが嫌なんだよ。
歩いてんじゃねえや。ったく、時間食っちゃったよ。これは…ん？おい、誰だよあんた。ここで何してんの？いや、少し話を聞きたくてね。今いいかな？はい。12月3日の事件のこと。ああ、俺その日いなかったんだよね。聞くなら店長に頼んますよ。夜まで来ねえけど。その店長って、この人？ああ、そうそう。店長の名前は？新垣。連絡つかないかな。少し話したい。迷惑かけないよ。どうかな、ちょっと待って。やっぱ携帯切ってるわ。あの人昼間はいっつもそう。大抵はこの辺で遊び回ってんだけどな。カムロ町にはいるわけか。大抵は。わかった。じゃあちょっと探してみるよ。そりゃいいけど、どうやって？街中歩き回って。一つ心当たりがあってね。こういう人さ、店長の名前と顔は分かってるわけだし。はあ。
やっぱりここにいたか。お、八神氏ですか。まさか一緒にゲームしに来たのですか。って、そんなわけありませんね。何の用です。ちょっとお前の手を貸してほしくてな、つくも。こいつはつくも誠、名字も珍しいが名前も珍しい。ネットを通じてあらゆる情報を集めるハッカー、つまり情報屋ってわけだ。察するにまた探偵のお手伝いですね。今度は猫探しですか、それとも失踪人探しですかな。人を探してる。クラ、この近辺で遊んでる可能性があるがさ。いけませんね。どれ、あなたのスマホを貸していただけますかな。スマホ、うん、おや、おやおやおや、八神氏、言ったの。言ったところが、この僕の手にかか。本当か。システムに侵入しますので少々お待ち。これでよし。八神氏、この画面を見てくだされ。試しに何か検索ワードを入れてみましょう。じゃあ荒垣、次は検索期間を狭めてみましょう。とりあえずほら、このように。まあそのためには管理。へえ。しかし128件って言われてもな。では知っていることを何でも入れてみ。カムロ町のクラブアムール。では荒垣クラブアムール。ほら見てくだされ、一つに絞れましたぞ。これ、いえいえ、彼に関する目撃談です。何せこれは10分前のつぶやきですから。この人はまだ、つまりこの人。本当か。八神氏、あなたのマップアプリにもつぶやき地点をマークしておきました。有効活用してくだされ。あで、もしもし、この間の仕事の件ですけど。あ、もしもし、お母さんだけど、今日ちょっと帰り遅くなりそうなの。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ちょっといい？あれ、八神さんじゃない。どうしたの？クラブアムールの店長を探してるんだけど、今どこにいるか知らないか？ああ、彼ならさっき見たけど、すごい機嫌悪そうだったよ。きっとパチンコでボロ負けしたんじゃないかな。それで、どっちの方に行った？太平通りの方。きっと寿司でも食べに行ったんじゃない？は？寿司？パチンコ負けたんだろ？なんでそんな豪勢な飯食うんだ？分かってないな。負けた時だからこそ気晴らしに寿司なんだよ。5万10万負けた時はもう1万くらい減ってもどうってことないだろ。逆に勝った時はお金使うのがもったいなくてせこくなったりするもんなのさ。はあ、そういうもんか。まあとにかく太平通りの寿司屋だな。助かったよ。ありがとな。